おはこん。おはこんばんは。It's Seigan の Bram。はい。で、ついに今日は日本に帰る日。そうです。で、現在朝の朝の7時半ぐらい。7時半ぐらい。うん。で、朝は今日はスタバをゲットしてきて3つあります。なぜかっていうと。ドライバーさんがいるから、そう友達が今日空港まで運転してくれるので、その友達のためにコーヒーを今日は買ってきました。あともうちょっとしたら友達が来るので、その車に乗って何分ぐらい空港まで、30分ぐらい、まあ送ってってもらって日本に旅立ちたいと思います。多分荷物はトランケース1個と、これほぼ空のトランケースと、あとカメラ用のバッグ、いろいろ中に入ってるカメラのものが、で、あとこの大きいリュックだけ、全部で4つになります。帰りはもうちょっとバッグ増えるかもしれないね。そろそろですよ、ブレンさん。ね、行きますよ、日本に。本当？うん、じゃあ行こう。友達が迎えに来たから、今から下に行きます。当たり前じゃん。もうトランクケースは全部運んであるので、本当に朝早くありがたいわな。7時、8時ぐらい、このドラゴンフルーツと、あとは抹茶ラテと、もうブレード合わなくなっちゃった。スタイル大丈夫？大丈夫、もうもう終わった、これでボロい系とちゃんと走るから、うちの車も怖かったよ、めっちゃ。これが友達のハルちゃんです。ポートコロンバス。え、どこのここ？ポートコロンバス。あ、これか。なんかジャーネフなんとかみたいな。じゃあ行きまーす。お願いします。はるちゃん、何すればいいの？ブリブリ紹介、自己紹介。ありがとう、はい、いってらっしゃい、行きます。すごい、ここの空港一応インターナショナルだけど、全然、インターナショナルじゃないっていうか、まあ、ほぼ国内線ばっかりだよ。そうね、うん、すごい空いてる。早めに出てきてよかったね。でもね、うん、ちょっとね、若干混んでる時あったけど、無事着きました。現在何時だ？8時半か、8時半ぐらい。8時半、うん、OK。 あとはこれから身体検査が待ってるね。で早かった、めちゃ何も待ってない ね、すごい、すぐいないじゃん、そこにね。初めてこんな一応ここも大きいはずだけど、大きくな、まあ、メジャーじゃないから、場所は建物は大きいけど、でも経由とかあんましないと思う。ここはボディチェックも終わって、すぐ終わったよ。だいたい30分ぐらい待つよね、だいたい。誰もいなかった。今回本当にすぐ終わった、誰もいなかったなのになんか人がちょっと機嫌悪かった。そう、ちょっとね、うん、まあ日本だったらさ、日本行きたいと思ったなんかはいはい、じゃあこうやってやれみたいな。まだ8時40分だけど、あの飛行機に乗る時間が10時40分だから、あと2時間があるっていう、うん、ね、そうね。どうしようか、何しようか。まあでもここら辺ちょっとブラブラしよう、カフェとか行って、なんかお土産とかもちょっと見てみたりとか、ブラブラしようか。そうだね、変な顔してなんだ、何俺らの名前も呼ばれるからね、乗り換えの時に。はい、来いよ、セイガンとブレン。United Passenger Seigo Nagahara。 なんか買うの、ブレン？うん、買わないと思う。ベストバイっていう家電製品屋さんのね、自動販売機があるの。そう、イヤホンとかね、イヤホンとか便利だよね。忘れちゃった時チャージャーとかもやっぱある。いくらで売ってんのかな。でも多分同じ値段でしょ。同じかな同じ値段。セイゴさん、背中が目立つの？目立たない、目立たない、目立たないよ。なんか旅行って感じだね、こういうところ、ね、いつも雑誌とか
これでも買うか。何買う？何買う？出た、ゴシップ誌。あ、ゴシップ誌。全部フェイクってブレンが言ってたんです。それはそうだよ。ほぼね。私買うか、フライト前に。ね。ハリボーがなぁ。普通のやつがいい。はい。空港だから7ドルするの、ハリボーで。さすがだね。ブレンは何買うの？何か好きなやつ買おうかなと思ったけど、どう？トマトベーゼル。ね、それも美味しそう。Yeah. Definitely. Finally, だね。Finally, yeah, long time coming, right? Yeah. Yeah, almost 2 years. なるよ。なるよ。めっちゃ。なんかいい匂いする。ね、今シカゴ着いたけど、普通に旅行したいね。ね、シカゴまたいつか来たい。だって多分結構安くね、飛行機で来れるよね。でもシカゴの友達いない。OK。でこれから乗り換え。スタバか。スタバ。何これスタバか。あ、シカゴのマグカップ。じゃああげるか。次の日本行きの飛行機はどこですか？確か多分8。いよいよ日本行きの飛行機に乗ります。そうだよ。ここが14時間乗るよ。乗るよ。すごいおしゃれ。あ、いいよ。枕とブランケットとカニちゃん。思ったより結構広いね。ね、結構幅もあって。そっからテーブル出してみてな。ね、出したです。スイッチある。うん。わあ。Why? Because I added photos. iPad を置くとこ。今、機内の映画のチェック。第二の飛行機。第二の。よかった、時間全然余裕があって。ちょっと心配だったけどね、ね、1時間。よかった。よかったです。次動画撮るときは、多分もう日本にね。ついてる。あ、でもそんなことないから機内で。機内食というのもある。ごめんごめん、遊んでた。機内食、機内食とかね。だから機内食の動画とかもね、撮ろうね。出てきた。もう多分でも食欲が強すぎて忘れちゃいそう。でも撮るよ。撮る撮る撮る。 OK。 ってことで、じゃあまた次フライトするときだね。ついたね。結構ね、あったかいかも。ポカポカしてる。暑いぐらいだね、長袖が。そうだね。
ちょっとね、アメリカより、アメリカとかコロンバスより暖かいね。今ね、寝起きとかね、ヒゲがね、やばいからマスクしてる。ってことで、日本に到着しました。日本のなんかどういうことをするかとか、どういうことをしたかっていう動画はまた後でね、うん、アップする予定なので、そっちをチェックしてください。そうだよ。とりあえず、今日の動画はここまでになります。チャンネル登録とかよろしくお願いします。コメントもお願いします。じゃあねー、バイバイ。